いやね、あれなんですよ。金曜日さ、だいたい私ほら、クラブスパイス会員だから、会員デーの金曜日に映画を見ると、1100円で今見れるんですよ。昔1000円だったんだけど、消費税上がった時に上がっちゃったじゃん、100円。それで、だったんですけど、ちょっと今週の金曜日ね、忙しかったってのもあったんだけど、なんか、いや、見るチャンスあったんですけど、疲れちゃって、んで、日曜日に見てきましたね。なので、異例の月曜配信ということで、すいません。じゃあ、行きますか。おはすみよし、バーチャルシンガーソングライターの元住吉七尾住吉。ですね、今日はマスカレードナイトを見てきたんで、その話をしていきたいと思います。まあネタバレ感想って書いてあるけど、そんなにネタバレしないですよ、さすがに。推理小説だから、原作がサスペンスだからさ、でネタバレするとき言うんで、そこ気をつけてくれれば大丈夫です。で、まあ、東野圭吾さんの、東野で合ってるよね。圭吾さんの、マスカレードナイトという小説が原作です。で、やはりね、小説原作面白いんですよ。日本の推理に限らないけど、小説が元原作になってる映画って、面白い。プロットがね、気持ちいいですね。なんか、と思います。多分ね、漫画だと、漫画だとそこまで緻密なプロットでやってる感じってないんですよ。漫画って。連載の、問題があるからさ、あれって、1話1話では面白くしないと打ち切られちゃうみたいなテクニカルな問題があると思うんで、こう、あると思うんですよ。ところが、小説ってさ、一人でこう、バーッつって、一気に頭から終わりまで作って出すものだから、ちょっとやっぱり、プロットの緻密さみたいなものは違いますよね。まあ、漫画は漫画で、一部分のさ、引きとの面白さとかっていうのはあるんだけど、で、このプロットの緻密さみたいなものが映画になった時に、それをうまく引き出してると、とてもいいんですよね。で、本作も、今回マスカレードナイトもめちゃくちゃ良かったですね。気持ちよかった。小説的な気持ちよさが。ある作品ね。そうね。はい。で、まあ、どんな、大まかに言うと、ホテルでね、仮面舞踏会が開かれて、まあ、この中に、殺人犯がいるぞ、捕まえろっていう、そういう話。はい。で、前提知識ゼロで臨んだんですけど、開始、そうね、10分ぐらいかな。いや、そこまでかかんないかな。5分ぐらいかな。ぐらいで、あ、これシリーズものだわっていうのに気づきました。で、前作マスカレードホテルだっていう、話で。あ、そうそう。だからこの作品もマスカレードホテルだと思ってたんですよ。最初。タイトルを。なんだけど、マスカレードナイトだ、あ、ちょっと間違って覚えてたなって思ってたんですけど、いや、そもそも前作がマスカレードホテルだったっていうことですね。小説もね、マスカレードホテル、マスカレードイブっていう前日譚があって、それがマスカレードナイトっていう、こう3冊出てるのかな。私のウィキペディアで調べた情報によると、そうです。で、主人公が、まあ、木村拓哉と長澤まさみの、まあ、バディーものですよね。
若干なんだろう、恋愛関係があるのかないのかみたいな感じですけど、朗読を伊藤美久ちゃんがやっていたっていうのも新しいんですけどね。なあ、それも知らなかった、今見終わってからこれ撮るためにいろいろ調べて、話しております。こんな感じね。ということで、まあ全然カラッカラの状態で見に行ったんですけど、全然面白かったですよ。前作見てなくても面白いし、見てたら見てたで面白いんじゃないかな。多分前作の人間関係みたいなのがこう続いてるよね、きっとねホテルの支配人が、ARB の人だったりとかね。で、まあなんだろうな、話としては、あ、これ大丈夫かな本当にあ、一応大丈夫っぽいな。シリアルキラーなんですよね、相手がね。シリアルキラー、連続殺人犯。で、まあ、その、連続殺人犯に対して、ですね、なんか、倒すっていう話です。連続殺人犯を、まあ、捕まえろっていう話なんですけど、まあ、これ、なんで連続殺人犯がいるかわかるかっていうと、なんか密告のファックスがね、警察に届いて、で、まあ、それ、やばいぞと。あいつを呼べっつって、なんか木村拓哉を呼び出されて、で、行くっていう話なんですけど、まあ、そこでさ、冒頭でさ、その、何単語がね、単語が流れて、アルゼンチン単語だよね、多分ね。あれで、それで、なんか木村拓哉と誰かが踊ってるわけ。笑ってるわけよ。ほいね、まあ、そのシーンのね、そのシーンとそのカットの絵がね、すごい逆光の、なんか半円形のさ、窓にから光がこう、逆光で差してるところに、シルエットに近い学校で、この二人がタンゴを踊る男女、みたいな感じで、これはすごく良かったですね。すごく良かったってのは、絵がかっこよかった。じゃあ、なんだ、そのタンゴを踊っていたキムタクをですね、呼び出して、それで、ホテルマンとして、なんていうの、潜入捜査をする、なんていうのかな、仕事を、まあ、前作でやってたっていうことから、まあ、潜入捜査のスペシャリストとして、キムタクが呼ばれるっていう感じでしょうね。多分。前作を見てないんで、想像で喋ってますけど、多分合ってると思います。おいね。まあ、なので、話としては、限界態勢のホテル内で、それでシリアルキラー側で、そのホテル内で殺人をしようと思ってるわけよ。まあ、これは、ちょっとネタバレなのかもしれないけど、思ってるわけですよ。まあ、なので、まあ、ネタバレっちゃってもわかるでしょ、そんなの。それは何も計画してなかったら盛り上がらないじゃないですか。まあ、殺人計画ぐらいはあるだろうっていうのはわかると思うんですけど、まあそんなような感じでですね、この殺人計画を、みんな仮面をつけてる中で犯人を見つけ出し、そしてその殺人計画を止めることができるのかできないのか、みたいな、そんな話ですね。いやー、面白かったですね。で、何が面白いかっていうと、まあ、伏線がすごく緻密なんですよ。で、なんだろうな、伏線というかなんと、まあ、だから、いろんなね、こう、ヒントみたいなものが、後で聞いてくるようなものが、こう、ポン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 と出されてるのが、後でピュッと回収されて、とても気持ちいいんですよね。ああ、これがここに聞いてくるのか、みたいなやつ、ですよ。というわけでね、その話、ちょこっとだけします。
ちょこっとだけするんで、これから見るよ、ネタバレやめてくれっていう人は、ひょっとすると犯人分かっちゃうかもしれないんで、見たときに。直接は言わないですけど、分かっちゃうかもしれないんで、気をつけて。気をつけて見といてください。いきます。対食対ネタバレ防御。OK ですか？いきますよ。で、このさ、よくさ、ミスリードってあるじゃん。ミスリード。この、すごい怪しそうな人が現れるんだけど、実はその人は犯人ではありませんでした、みたいなやつがあるんだけど、あ、これミスリードだろうなと思って見てるわけですよ。この、もうなんか、百戦錬磨の観客は。それがさ、ミスリードだと、だということに、あ、これミスリードでしたっていうのがあった後、やっぱりこいつだってなるんですよ。ああ、そうそう。それが、なんだろうな。その、全くノーヒントってわけではなくって、それまでに、こう、ちゃんとヒントがね、いっぱい、こう、ある状態でなるんですよね。だから、木村拓哉の推理と同じ推理を自分ができるの、できないの、みたいな話なんですよ。わーっていう。できなかったですね。なので、わー、すごいって思いました。やられたって思って。面白かったですね、そこがね。で、まあ、他にもいろいろあるんですよ。全く怪しい人物なの。本当にミスリードのラインもあるんですけど、ミスリード、本当のミスリードラインはミスリードラインで、それも前々からこの伏線がこうバシバシあった状態で、この人はこういう人です、みたいな。あるんだよね。すごいよね。で、あとね、なんだっけ。助かるっていう、最後ね、犯人が殺したと思うんですよ。殺したと思うんですよ。まあ、どうやって殺すのかとかっていうの。まあ、ちょっと後で言うわ。後で言うけど、あ、まあ言わない。そう、どうやって殺すのかは言わないわ。まあその助かる理由がね、あるんですけど、それもね、ご都合主義みたいなのでは、まあご都合主義っちゃご都合主義なんだけど、一応その前に提示されてて、何度かその意味がさ、こう提示されてるんだよね。これも良かった。だなぁ。だからね、やっぱプロットがとてもいいんだよなぁ。小説原作の邦画は面白いのではっていう気がしています。はい。映像もね、無難に良かったですよ。うん。そうね。で、初見の人にもさ、わかりやすいというか、この人はこういう人みたいな登場人物の紹介みたいなものを一応一通りこなしてやってくれてるんで、全然違和感なく見れたんで。で、前作もこういうものなんだろうなっていう、感じを、なんていうの感じもちゃんとこう受け取れる、そういう感じで、うまくいってて。いや、いい映画だったなと思います。あと、スタンガン問題ね。スタンガンが、最後、気絶させるのにスタンガンが出てくるんですけど、まあ、なかなかスタンガンで気絶しないよねっていう、ことだけ思いましたね。はあ、まあ、穴がね、あるかないかで言うと、まあ、あるとは思うんですよ。いっぱい。それぞれの、だってね、
捜査員がもうちょっといろいろ調べとけよみたいなとこもあるしね。うん、まあそうなんですけど、まあまあなかなか良かったのではないかなと思います。いや、なんだったらさ、なんですか、警察がもうあの会場に犯人がいるっていうことを言って捜査状を取ればさ、取ってあのマスカレードナイトをやめさせればいいわけだからなんだったらね、そうならないっていうのがね、そうならないっていうのが、まあなんだろう、まあなんですかね、どうなんだろうなっていうちょっと思いますけどね、まあでもそういう細かいことっていうのは気にならないぐらい面白い、いい作品だったと思います、ということで、見てほしい映画のリクエストとか送ってください。いやー、映画って本当にいいものですね。それではさよなら、さよなら、さよなら。